明けおめことよろ。明けましておめでとうございます。2019年1月、130万かけて整形してきます。まあ、どこをするかと言いますとですね、おでこの今入ってる液体状のものが入ってるんですけど、その液体を全部取ってゴアテックスっていうプレートにちょっと入れ替えるっていうのと、あとこれを削ります。ちょっと説明を軽くしようと思います。まずどこの病院でするんだっていう話なんですけど、あの性転換手術をした病院で一緒にやってきます。ガモンコスメティックコスガモンコスメティックホスピタルでしてきます。まあ、おでこの方からねちょっと説明しようと思います。 YouTube のコメントとかでもちょいちょいあるから分かる人は分かると思うんですけど、私おでこの手術失敗してるんですよ。おでこはポコポコなんですよ。ほら男梅おでこがねちょっと男梅ってるんで、それを直したくて、まあ、そのためには、まあ、一回も出しちゃう方がいいなっていうことになって出してきます。で、入れ方なんですけど、ここから切るんですよ。切ってペロンってして入れるんですよ。で、まあそれはね、髪の毛が反らなくてもまあ大丈夫みたいな。ちょっと出し方はちょっと聞いてないんでちょっとわかんないんですけど、なんかまあちょっと傷はね、あの分け目から見えるくらいらしいです。何を入れるかっていうと、プロテーゼじゃないんですよ。ゴアテックスっていうやつなんですけど、まあゴアテックスの方がね、プロテーゼよりも安全性が高いというか、まあそういう感じですね。まあ動きづらいっていうのはやっぱ一番プロテーゼよりもゴアテックスかなって思うところですね。まあというわけでゴアテックスを入れてきます。で、喉仏のこれ取るとかそういうわけではなくて、削るんですよ、ここって。この喉の喉仏の削る方法っていうのが2パターンありまして、その2パターンのうち1つのパターンが局所麻酔をして、ここから切ってガーって削る方法、あともう1つが全身麻酔をして、まあここから切ると思うんですけれど、ここから切ってあのカーって削る方法がありまして、ここから切って喉仏ここまでってだいぶ長くないって思うけど、どっちにしろここを切るときに全身麻酔なので、ここを切ってここも一緒にやるみたいな感じですかね。ちなみに喉仏を削ったからといって声が変わるわけではないんですよ。やっぱり見栄えだけなんですよね。声帯の手術をするわけじゃないので、まあちょっとね、なんかこれ実はそれを言うか迷ったんだけど、喉仏を削ってちょっと声変わったよみたいなって喋ってみようかなって思ったんですけど、正直にね、なんか声は変わりませんよと言っといた方がいいかなとまあ喉仏を削るのは理由といってはまあ普通だけども、まあ喉仏はね男性的な部分ではあるので、やっぱり削ろうかなって思いました。今回の整形はそんな顔が重っきし変わることは正直ないと思います。おでこも今入れてるやつボコボコを直すためだけに入れるわけだし、あの喉仏もまあ削るだけだし、そんなに顔自体は特に変わらないですね。手術をこんな短期間で2回もするとは思わなかったけど、もうとっととやっちまえと思ってやるんだけど、今月の19日にタイに行って21日に手術をします。なんか怖いか怖くないかって言ったら、やっぱりちょっとは怖いけど、性転換手術っていうね、大きい手術を1回乗り越えたので、まあなんか変な自信になってるのかもしれないけど、そんなにぶっちゃけ怖くなくって、まあいけるっしょみたいな感じで思ってます。あ、で今回のこのなんか手術の動画は特にそんなめちゃくちゃ映すみたいなことはないと思うんですけど、ビフォーアフターみたいな感じでのっけようかなと思ってます。あ、そうだ、手術の代金だ、すっかり忘れてた。手術の代金がですね、おでこが25万バーツ。おでこの手術ね。ゴアテックスを入れるのと、取るので25万バーツ。喉仏の手術が12万バーツ。ん?あと、検査費用が5000バーツ。ガモンに泊まる時のホテル代が、この日間で13,500バーツ。日本円にね、直してみましょう。計ですね、38万8500バーツ。日本円にしますと、132万1094円、132万円ですね。高いよね高いけど、
まあ、しゃあないよね。ボコボコ気に食わないし、喉仏取りたいし。あ、そうそう、ちなみにガオちゃんはちょっと信頼してるペットホテル屋さんがあるんですけど、そちらの方でね、今回は手術で歩けなくなるとかそういうこともないんで、タイをちょっと観光してこようかなと思ってます。締めが思いつかない。締めが欲しい。あ、そうだ、ちゃんに電話してみよう。もしもし。今からミーティングだと、また掛け直すね。